も、みやかじんです。今日で、いずちゃんの赤ちゃんが生まれて、ちょうど1週間。子犬ちゃんたち、パワフルに成長しとるよ。今日は、そんな動画だよ。それでは、張り切ってどうぞ。今ちょうど、赤ちゃんたち、お母さんのおっぱいを、飲んどるところ、生後1週間も経つと、なんかすごい元気。もう手をブル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 震わせながら、もう一生懸命おっぱいを飲んどる。これ飲んどらんこはピコーンとなって、みんな大忙し。これピコーンとなっとる子、何これ、どれかわいらしいな。あんたのこと、何あんた、おっぱい飲みたいの？飲むのかな？飲むかと思ったら、飲まないんだね。飲んだり飲まなかったり、みんな自由。うちは自由な社風でやらせてもらってます。ほいで、赤ちゃんたちは、本当に力強く成長してくれとる。パパさんたちも、一週間乗り越えて、ちょっとほっとしたって言ってたよ。この子、ほいで、今、おっぱいを見失った。あれ、おっぱいがない、おっぱいがないと、おっぱい一生懸命今探しとる。おっぱいないね、おっぱいがどこにあるのって探しとるよ。ほら、ビコで、あ、見つけた。ほら、見つけたらもう、ものすごい勢いで飲み始めた。で、手を、クッククック前にやっとるのは、おっぱいがちゃんと出るように手をこうやってグッグッグッグやるんだって。かわいいね。ギドラちゃんも今おっぱいをたくさん飲んどるところ。赤ちゃんたちは一生懸命成長してるもんで、なんか見ててすがすがしい。ビアンカ人、ちょっとずつ近くで見るようになったもんで、赤ちゃんたちまだ触ったことないけど、近くで応援させてもらってます。隣には赤ちゃんたちです。一匹は寝とるけど、ギドラとクリームの子はおっぱい飲んでます。あれ、これ寝とる子、口バクバクしてるけど、おっぱい飲んでる夢でも見てるのかな。あら、あんだけ一生懸命おっぱいを飲んで、おっぱい飲み終わったらこんなピコンピコンしながら昼寝。もう子犬ちゃんたちはものすごく可愛らしい。ビアンカ人の弟と妹だもんで、生後1週間みんなよーく成長してくれたね。これであと1週間もしたら、ちょっとお目目が開いてきたり、いろんな変化が出てくるよ。あや、寝姿がかわいらしいこと。ビアンカ人もこんな時期あったかもしれん。全然覚えてない。ビアンカ人が生まれた時は YouTube なんかやっとらへんかったもんで、こんな動画残っとらへん。この子たちは幸せ。あー、首したね、今。この子たちは、ビアンカ人の弟と妹。そう。ビアンカ人の弟妹ってどういうことってコメントでよく来とったけど、これギドラちゃん。ギドラちゃん仮名だけどね。ギドラちゃんじゃなくて、何ちゃんにしようかな。すごく悩んどる。これね、なんで、ビアンカ人の妹弟かって言うかっていうと、実はビアンカ人のお父さんとこの赤ちゃんたちのお父さんは同じフレンチブルドッグお父さんなんだって。ビアンカ人、それ聞いた時びっくりしちゃった。イズちゃんなんてはっきり言ってビアンカ人の妹分だったけども、あれ、ビアンカ人、イズちゃんのこと、
ばなあかんのかしら。ビアンカ人、それだけは絶対にしたくないよ。そんなこと、ビアンカ人したくない。こんなお母さんいいかも。